では続いて、星見先生、いいですか。よろしくお願いいたします。はい、浅井流打ち剣からということで、はい、先生は武器に対してどのような感じで、はい、私は何あの素手ですか、武器ですか。いや、それは先生次第で。どうしましょう。はい、でも打ち剣で。打ち剣で。打ち剣でやっていただければ。はい、本当ですか。わかりました。します。はい、お願いします。はい。でもそうですよね、はい、上げてる間に、はいはいはい、上げてて、はいはい、これで終わりです、ね、はい、情報、はい、私一応武器は全部、そうそうね、はい、忍着から、はい、関節から、ね、はい、はい、上さばきちょっと見せていただいてもいいですか。うちは真の武道流なので、なんかこういう、はい、こういう感じですね。これでちょっと、はい、いきます。はい、打ち切りを迫ってください。打ち切りを上げました。いやいや、打ち切りを上げました。でも本当それですよね。本当振りかぶっていう間にこう、はい、ありがとうございます。いや、もう本当来ましたね、こう今朝から人力から。でもやっぱ正中線狙いますね、はいはい、その動きを察知してやっぱ全部来ますね、はいはいはい、大丈夫もいいですか。あ、大丈夫も、はい、刀、あ、刀、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。私に刀も持たせてしまいましたね。よろしくお願いします。私に刀を持たせてしまいましたね。はい、止まらないですね、刀が舐めらけで、はい、すごい、刀もすごい、ありがとうございます、なんです、ね、はい、いや、素晴らしい剣さばき、ありがとうございます。なんかもう本当映画にも使えるぐらいの綺麗さもありますね。ありがとうございます。効率的なだけじゃなくてね。ありがとうございます。さすがもうアクション女優。いや、そうです。どうしたんですか、その髪の毛。ちょっといろいろありまして、はい、ちょっとでも素敵です。ありがとうございます。素敵な星人さんに言っていただければ嬉しいです。恐縮です。恐縮です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。奈良城先生、お願いします。よろしくお願いします。奈良城先生、はい、最強の武器持ってるじゃないですか。そうです。あの、刀に対抗するっていうことなので、あのこの道場である一番強い武器を。いや、これはちょっと強いですね。あの、相手の武器よりも上回った武器使うっていうのは忍術なので。はい、正直こうなぎらただったら間合い違うので私打てない、はい、もうすでに打てないですよ。そうですよね、はい、あの見た目つまんないかもしれないですけどやってます。はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。これもうどうやって打ち込むんだっていう話ですよね。隙もないですよ。いやいや、本当なぎらった最強の武器なんですよ。なんですよ、届かないんですよ。参りました。これもう無事だったから。ちょっとね、長いからね、剣は、あの、剣はね、私もします。ちょっと、あの、Thank you.
あ、伸びました、ね、伸びました、ね、はい、あ、なるほど。足ですね。足で。ありがとうございました。ありがとうございます。本当はこれ今木ですけど、実際にハートついてるので、ちょっとでも切られたら、そうですね。あと内側にもうハートついてる部分とかもありますので、あとこの月が、そうですね、首元の月から足切りまでが一瞬なので、これがやっぱり相手数って可愛いですよ。はい、来るの分かってて、ね、こう回ってくる動きが上だったら何についてないですか。うん、これ誰が持ってもめちゃ強い武器なんでそれをさらにやっぱ身体操作でやるから、そうですね、隙がなるべくないように歩いてほど詰めれば、まあ、勝てるようになりますよね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。勉強になります。いや、こちらこそありがとうございます。そしてじゃ最後は菊野先生、お願いします。菊野先生だったら元 UFC ファイターだから、はい、いら武器いらないですもんね。そうですね、武器の練習は武器を対策は練習してますけど、自分が武器を使う練習はしてないですね。まあ、菊野先生ぐらいなんかあの圧がある人にもちょっとやっぱ切りにくいですよね。こうね、さすがにでも刀の練習ってあんましないですよね。その要は金属バットとか、まあ、木刀ぐらいは日本でもあるからやりますけど、まあ、刀持ってるやつってね、なかなかいないと思うんで ね、はい、まあ、だけどちょっとその感覚でやってみます。はい、はい、お願いします。一瞬のやっぱりこう爪ですよね。それしかない。いやいやいや。でもあの顔でもやっぱビビっちゃいますね。気迫が一瞬でも下がってダメですもんね。そうですね。もう間合いがもう圧倒的に負けてるわけで、ともかくその前ですよね。この抑えですよ。この抑え、肘の。そしてこうなっちゃったらもうやばいですもんね。じゃあ上で五今度次、はい、ありがとうございます。お願いします。いけないっすね。もう表情怖いっす。表情と気迫で襲っちゃいけない人だって雰囲気出てるんですよ。構えたらこの人やんない方がいいかなって思うみたいですね。やっぱ先生こう躊躇なくいく。そうですね、まあ、僕素手でも一緒なんですけど、まあ、シンプルにやっぱ先に入るとか。そうですね。でもやっぱあえてこうじゃなくて、はい、こうかけるのがやっぱり、まあね、大事ですね。殴るわけにも本気で器の上に受けるわけにも、今はこっちの方がやる。の方がでも確実に仕留められる、まあ、あれがこれがこうはいくかもしれないです。ちょっと武器なんで止めれるか分からなかったんで、そのままこういくかもしれないですね。本当はこの足の引っ掛けもいいですね。そうですね、一緒にこれとこれが一緒に。いや、もう本当聞くのが怖いですね。本当にやっぱり強い人っていうのはもうどんな局面でも強いんですね。まあ、共通する部分は多いですよね。はい、それもやっぱあの武道武術 の、 この原則を使っている動きだなっていう、はい、そうですね、感じました。どんな状態でも身を守れるようになりたいですよね。いや、本当勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで先生方に武器をさばいていただきました。でも先生方どんな攻撃してもやっぱりこう武道武術の原則を使いながらさばいてます。それぞれのでも特徴があって受けてて、本当、薙刀やばいっすね。反則ですよ。でも、菊野先生も見ました、あの、いや、反則ですよ。あれ反則ですね。怖いですよ。でも先生も危ないです。何回も切ってくるんですよね。みんな反則だな。本気に狙うし、でも、その場所だけまともでした。でも、あの上先生には、はい、受けるのに、いや、どうもです。ありがとうございます。各チャンネルでもコラボ動画を配信しておりますので、皆さんぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
髪どうした髪で、また改めて YouTube でお知らせいたします、はい。